皆さん、今日は8月9日、原爆が長崎に投下されてから70年目を迎えます。私たちは原爆で亡くなられた多くの方々のご冥福を祈り、今なお後生涯で苦しみ続けている被爆者の方々を励ますために、そして核兵器のない平和な世界が実現されることを心から願って、国の内外からお越しの皆様の参列のもとに、ただいまから被爆70周年長崎原爆犠牲者慰霊平和記念式典を行います。私は長崎市立長崎商業高等学校3年の長石亮です。私は長崎市立長崎商業高等学校1年の岩本香乃です。長崎の平和への願いを受け継いでいく若い世代の一員として、今日はこれから2人で式典の進行をさせていただきます。今、平和を願って長崎の鐘が打ち鳴らされています。